はい、こんにちは、ヨシウクレレヨシです。ウクレレを弾くときにストロークですね、これは人差し指で弾くのが、まあ、ほとんどだと思うんですね。そしてアルペジオ、こういうアルペジオとか、こういうアルペジオとかね、ありますけども、まあ、今のアルペジオパターンで早いのは親指から人差し指、薬指まで行って戻ってくる、こういう指使いが求められると思うんですけども、今私は、薬指の爪がない状態です。これがいかに大事かというところなんですけども、まあストロークね、まあ、いわゆるストラム弾きの場合はそんなに、気にならないと思います。そして、薬指なんかは使ったことないという人も全然気にならないと思うんですけども、まあ、一つの目安として、爪がねなくなった時に不便だなと感じる人は、まあ、上達してるのかなと。初心者のうちはね、爪を伸ばして弾くなんていう発想もないし、まあ、ピックねずっと使ってる人はその限りではないんですけども、爪を伸ばすようになって大きな音を求めるというようになってくると、まあ、全部の爪がね必要であるということが分かるんです。まあ右手の場合だけですけどね、左手は押さえますので、爪が、短く積んである方が理想的ですね。そしてアルペジオで、例えばですね、今のアルペジオをに一弦の音が出ていないことが分かりますね。普通はこんなぐらいの音が出ます。まあ、あの指替えで弾いてるんですけども、人差し指で一弦を弾いてます。はい、こんな感じになりますね。これがギターになりますと非常に不便で、まあ、人差し指、中指、親指ぐらいで3本の指、3フィンガーですね、これで、弾く曲、弾ける曲はいいんですけども、例えば、バッハの BWV の999なんていう曲があるんですけどね、普通はこういう音が鳴ります。こういう風になるんですが、これを、まあ、通常の指使いでいくと、こんな、一弦の音がほとんど聞こえないですね。禁じられた遊びでも、爪があれば、こういう風な、メロディーがはっきりとしたね、ことになるんですけども、薬指がないとこういう音になってしまいます。なので、まあ、普段の生活でと爪が伸ばせる環境である人でも、油がついたり、あるいは風呂上がりになってふやけたりね、するときに爪を傷つける、剥がれてくる、めくれてくるっていうことがありますので、今日は爪に関する話でした。それではまた、バイバイ。